心よりご法然仏祖三宝の見舞いにおいて法華経を読受させていただき、お題目を唱えさせていただきました。この功徳を平成23年3月11日に発生した東日本大震災で亡くなられた殉難仏庫者一切の所霊に巡らし手向け、本日卒塔婆を建てて七回忌の法要を行い、追善供養をさせていただきました。あの日、東北地方太平洋沖で発生した未曾有の大震災は東日本の大地を揺るがし、大津波となって三陸沿岸部を襲いました。その津波は人々を飲み込み、建造物を破壊し、沿岸部の町や市街地はことごとく壊滅状態となりました。そればかりか、東京電力福島第一原発に重大事故が勃発し、放射能漏れが起こりました。これらはまさに未曾有の国難とも言われます。多くの尊き命が失われました。また未だ行方のわからない方もいらっしゃいます。愛する人を亡くされた悲しみは計り知れません。今ここに亡くなられた方々の御霊を思い、法華経の読受、お題目の功徳によって速やかに霊山浄土へ導かれることをお祈りいたします。お釈迦様は法華経で次のように説かれております。今人々が悩み苦しんでいる三界の世界は全て仏陀である、私のものである。その中に住む生きとし生けるものは全て私の子供たちである。しかもこの世界はさまざまな困難や苦しみが待ち構えている。その中で仏陀である私一人だけが救いを示し守っているのである。苦しみから離れる教えこそが妙法蓮華経の法門であります。法華経の一問一答を聞いて感動してこぼれ落ちるひとしずくの涙、その功徳によって迷いと苦しみから離れ必ず仏となるのです。被災された方々にとって安心と明るい未来が訪れ、さらに被災地が住民の希望に添える形で早期に復興しますようお祈りいたします。天の覆う限り、地上が続く限り、すべての地にことごとく平和と安穏が訪れ、人々が安心して暮らせますように。仏様は常に私たちのことを心から思い続けてくださっているのです。どのようにしたらすべての人々をこの上ない仏道に導き入れ、速やかに仏の実を成就させることができるであろうかと